ヤクルト大松がスタメン争いを目指す点21日まで戸田で行われていた周期練習に参加。走り込みや打ち込みを行い、体力強化に励んだ。今季は94試合に出場も、ほとんどが代打での起用。代打さよなら玉を二度放つなど勝負強さを見せたが、代打のやりがい、難しさを感じた。でも選手としてはスタメンで出たいと来期は点1争いに挑みたいと意気込んだ。